偶然立ち寄った場所でシスケッティ発見。ヤマモかな。とりあえずこのエリアのシャカシミジは全部なくなってますね。さすが激戦区。はい、というわけでですね、今日はちょっと一つの金のためだけにもう3回通ってるちょっと遠い場所がありまして、近いようで遠い場所、そこがちょっと今日も不発だったので、ちょっと昼過ぎ寄れるところとして夜おなじみのお釈迦様の山に来ております。今日日曜日なんでね、ライバルが昨日根こそぎやっていったと、そんな印象ですね。で、あの謎井口、あれが一番ちょっと本命なんですけど、出てなさそうですね。お、赤山鳥いた。斜めっててめっちゃ分かりづらいですけど、赤山鳥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 。2つあるわ。どちらも老金ですね。ありました、例の謎井口いました。これこれこれ、だいぶ暗い環境なんでね、 F4 まで開放を持ってきましたけど、ちょっと観察してみましょうか。観光はこんな感じですね。著しい変色しております。で、まあ、サイズは中型で、傘表面はビロード状です。焦げ茶色っていうのがぴったりな表現で、ヘリの方に行くとちょっと白っちゃけるというかね、白っぽくなる、縁取りみたいな感じになってます。で、こんな感じで、まあ、ちょっと山井口にいた感じで、観光が下にせり出すような感じですね。でも山井口ほどではない感じ。で、塚は、まあ、こんな感じ。ちょっとあのダンゴムシに食われてますけど、まあ、ささくれだと赤い点々がある感じ。基本はまあ黄色っぽい感じですかね。で、つかはストレートで、特に棍棒型みたいな感じもないと。こんな感じですね。香りは普通の井口の菌臭がします。歯の個体はいなさそうかな。ありそうかな。これ多分そうですね。これもそうです。相変わらず蚊がやばい。追加で防虫スプレー入ってきたんですけどね。ボルっぽいけど、ちょっと状態悪いな。
山雑巾ですね。ネオポル。卵状態ですね。お、こっちは結構いいな。トマトですね。トマトとスモモとか。ススケかもどき発見。かびてます。よほけてる。本命来たかな。これです。やった。すすけ、まあまあですね。ヤマモかネオポルか微妙ですけど、結構でかいですけど、老金ですね。倒れちゃってる。ここのお釈迦様もなくなってそうな気配ですね。あんなに大量にあったんですけどね。チビがちょっと残ってる。この場所名物のカレー色の赤い窓で行ってました。これなんですかね。井口っぽいですけど、何だったんでしょう。これか、さっきのこれっぽいですね。なんだこれ。変色性はなくて、観光はちょっと白、赤白っぽい。で、つかが黄色で、株立ってると。根元はさらに黄色。つかの表面は繊維状の模様があります。表面は緑がかった感じ。香りは普通の、ちょっとでも若干薬品っぽい菌臭がしますね。なんでしょう。緑苦い口かな、普通に。あら、どこがちっちゃった。去年の秋口に夜、ノウタケが爆誕した場所ですけど、何もないですね。